日本とシンガポールの関係では、シンガポールの独立以後、経済的、政治的なつながりは緊密なものと成長した。日本も1965年8月9日にシンガポールを承認し、1966年4月26日に外交関係を樹立した。2002年に日本にとって初となる経済連携協力、日本、 シンガポール新時代経済連携協定を結び、洋人往来も活発である。初めてシンガポールに居住した日本人は1862年にやってきた山本音吉である。日本人が多く移住してきたのは明治維新後の1870年代のことで初期にシンガポールにやってきた日本人の中には、後にから有機さんとして知られることとなる多くの売春婦が含まれていた。 最初の売春婦がやってきたのは1870年、もしくは1871年のことで、1889年には134人の売春婦が居住していた。第一次世界大戦が始まると、東南アジアに向けたヨーロッパからの輸入が止まり、日本製品がそれにとって変わった。これが引き金となり、シンガポールの日本人経済の中心は小売業。 貿易業へと変化していった。太平洋戦争中にイギリスの植民地下にあったシンガポールを山下智之中将が率いる日本陸軍が1942年2月7日に攻撃開始2月15日にシンガポールが陥落した。その後は日本陸軍による軍勢が敷かれシンガポールは湘南島と改名された。なお湘南島とは 昭和の時代に得た南の島の意図されている。この日本軍による占領直後にシンガポール下境粛清事件が発生している。軍政下の行政組織として湘南特別市が設置され、初代市長には日本人内務官僚の大立茂雄が任命された。日本の敗戦後、1947年に軍や一般人を含むすべての日本人は帰国した。 その後1950年代後半には日本人の入国規制が緩和され日本の貿易商社はシンガポール事務所を再開した。1957年には日本人居住者たちによってシンガポール日本人会が再設立された。日本企業の工場の東南アジア移転が盛んになった1970年代前半に急激に日本人が増加し現在に至る。 シンガポールの急速な発展とともに、経済関係は緊密になり、1995年4月28日に、租税協定2002年11月に、日本にとって初となる経済連携協力、日本、シンガポール新時代経済連携協定が発行した。日本はシンガポールにとって第6位の貿易相手国となっており、シンガポールは日本の 第3位の直接投資国になっている。1969年にシンガポール日本商工会議所が在シンガポール日系企業の活動支援を目的に設立され、シンガポール政府に対して要望を行っている。日本法人の進出は700社を超える。在留法人数は26,032名。2009年11月に日本のファッションやアニメ、 文化などを発信するためにジャパンクリエイティブセンターが設立された。シンガポールから日本への留学生は166人。日本語学習者は1万6000人。シンガポールの日本人旅行客は65.6万人で第7位。2013年現在日本からシンガポールに対しての開発支援は行っていない。優勝資金協力は1972年度。 無償資金協力は1987年度、技術協力は1998年度まで行っていた。1994年からシンガポールの対外援助を支援するために日、シンガポールパートナーシッププログラムを結んだ。2007年には共同で第三国への研修協力支援を行うために21世紀のための日、シンガポールパートナーシッププログラムを結び、 途上国開発支援を行っている。アン国ペン、ロイケンフウィーモンチェンウィーキムウィーリークーンチョイチェントンファトリムチンベンチュウタイスタン、チンチョン、チンシアトユーンチュアシェングウェールイ、タクユーピータータンハイチュアン。ありがとうございます。